はい、7月11日水曜日、ニューズオフエド始まりました。アンカーの真城亮です。そして今日のアシスタントは、はい、吉山のぞみです。よろしくお願いします。今日のゲストはジャーナリストの柴山哲也さん、解説員は公益社団法人自由報道協会代表の大貫康夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日のノーボーダーヘッドラインです。深刻な被害が続いています。西日本を襲った平成30年7月豪雨は、昨日午後に政府が把握しているだけで死者は176名に上るなど、依然として被害が拡大しています。安倍総理は今日から予定されていたヨーロッパなどへの外遊を取りやめ、今日午前に甚大な被害が生じている倉敷市真備町などを視察しました。一方、昨日の参議院内閣委員会ではカジノ法案の審議を与党の職権で強行し、石井啓一国土交通大臣が委員会に張り付く結果となったことや、記録的豪雨が発生する恐れがあると警報が出されていた5日夜に、安倍総理や自民党幹部が赤坂の議員宿舎で宴会にふけっていたことなど、政府与党の対応に批判が集まっています。ではオフエドコーナー一つ目から真城さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、すごいね、未だに被害が拡大してますけども、はい、ね、西日本、はい、ね、あの私たまたまこの豪雨の日に、はい、そうなんですよ、厳島神社に、はい、お参りに行きまして、で豪雨の中、すごい豪雨の中のお参りに行きまして、でその日に帰ろうと思ったら JR が動かなくなっちゃって、一泊して次の日も帰宅難民としてちょっと広島駅に、あの寝転がってたんですけど、本当にもうたくさんの人が足止めになってまして、あと道路は、あのね、どこの線から帰ろうとしてもどこかが通行止めになっているので、いまだにこう見てるとライフラインが復旧されてない地域とか、ちょっと広島と岡山が一番ね、被害が大きいな時に、安倍さんたちが何でしたっけ、あの議員宿舎で宴会にふけっていたと。何の宴会をやってたんですか。なんか自民党のいっぱいの集まりで、それを赤坂自民党というあれね、ツイッターにね、また載せたされてましたね。なんか安倍さんの仲間の人が投稿したってツイッターでは書いてました、ね、はい、自民党の方、議員の方ですね。そうです。これはね、そんな時にという感じがします、いちいち載せなくていいのにっていう感じ。豪雨被害がもうある程度分かってたはずですね、あの時点で、そうですね、もうニュースでは言ってましたもんね。そうですね、もう警報も出ていましたし、ただ私は関西に住んでるから、東京の反応が鈍いなと思ってましたね。分かんないですね、東京の方がね、あの京都に遊びに行きますからみたいなことを言ってきたりしてましたからね。まだあんまり分かっ、そんな状態ではないのに結構メディアでは割と ね、どうだこうだってやってましたけど、まあでもね、やっぱり、ちょっとこう落差があったという、まあ、東京何もなかったので分からないっていうのもあったんですかね。まああれはね、あの私あの NHK はあの放送機関はね、災害対策基本法による指定機関なんですよ。だから最大限そのこと、あの人々の生命財産を守るための最大限の努力をしなきゃならない、放送メディアとして、ということなんで、もっともっとこれから異常気象がずっと続いてますから毎年、ちょっと注目していたらね、5日の午後2時かな、気象庁がね、要するに臨時記者会見を開いて、各地で記録的な大雨が降り続くとして、もう最大限の、まあ厳重警戒を呼びかけたんですね。異例のお昼ですよね。午後2時だったと思うんですね。それでもう土砂災害情報とか、あのもう避難勧告が各地で出されたときなんです。その夜にね、あのような彼ら、あの、まあ、安倍総理以下はね、あの自民党の、まあ、大宴会をやったわけですね。